おう、帰ったか。よし。よーし。結局さ、まったく。わかるかしら？これだ。よくできました。
ごゆっくりどうぞ。やれやれ。お？そうだな。なんだ？ありがとうございます。マジかよ。いいか？おお、おめでとうございます。またお越しください。さすがだぜ。いいぞ。帰るとするか。おう、帰ったか。よーし。なあなあ、お？一丁上がり！帰るぞ。
悪いな。じゃあな。よっ。下せんな。いらっしゃい。いらっしゃいませ。どうする？助かる。Thank you.
頑張ったね。お疲れ様。おーい。うんうん、いいぞ。おう、帰ったか。今暇か。次は頼むぜ。お？さてと。ネタある？ご注文はお決まりでしょうか？これで奴に引導が渡せるんだ。マダラメは人が変わったようになる。元に戻す方法はない。お前はそれでいいんだな。奴は芸術だけでなく多くの才能を食い物にした。生産なしには未来など考えられない。心配するな。冷静に考えて決めたことだ。お前たちの力を貸してほしい。無理を言ってすまないな。ううん、ただユースケが望んでないのにやっちゃいけないって思ってただけ。そこまで覚悟決めてんなら言うことないよ。確か次は予告状を出すんだったな。ただカッコつけたいわけじゃないぜ。これも認知の変化を起こす手段だ。認知の変化。そういえば苦労があったらしいな。中庭のセキュリティをこじ開けた話か。パレスは認知の世界だから本人の認知が変われば地形も変わったりするだっけ。さすがはアンドの。その通りだぜ。あれは今後も使える手だ。というか一つ根本的な質問をいいか。認知認知と普通に言ってるが、そもそも人の認知が具現化した異世界なんてものがどうしてあるんだ。まさかずっと前からあって俺たちが気づかずに暮らしていたのか。そこは正直我が輩もわからん。少なくとも鴨志田の事件より前からあったのは間違いないが、情報はそのくらいだ。そうか。やべえ、俺そんなん全然考えたことなかったわ。ノーガードだったわ。お前考えたことあった？別に不安がる必要はない。お前らだって町の全部を知って暮らしてるわけじゃないだろ。歩き方や利用の仕方だけ分かってりゃいいんだ。
決まりだな。予告状を用意しようぜ。予告状か。本気にするだろうか。何しろ有名な人だからな。これまでも誹謗中傷の手紙はよく届いていた。書かれた罪状がマジかどうかは野郎が一番わかんだろ。というかまたリュウジが出すのか。前回微妙だったぜ。ならユウスケやってよ。すっごい後にして。後に。いや、バレるのがオチだ。俺の絵も文字もあの人はよく知ってる。じゃあ俺が考えたやつをかっこよくしてくれよ。予告状のデザインか。面白いかもな。怪盗団にとっても本物の証明になる。決まりだな。よし、あとはお宝をいただくだけだ。お前ら準備を怠んじゃねえぞ。ああ、帰ったか。お耳に入れたいことが。ちょっと外させていただきますよ。なんだね。こんなものが表に。手紙？それが、その才能が枯渇した巨職の滞在人、斑目一流斎殿の権威を笠に門下生から着想を盗み、盗作すら厭わぬ芸術家。我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。その歪んだ欲望を頂戴する。心の怪盗団より。誰の仕業だ。わかりません。同じものが至るところに貼られてまして。防犯カメラは。犯人らしき影はどこにも。猫が一匹映っていただけで。とっとと剥がしてこい。はい。なんだ。古典への影響といいますか、いたずらとは思いますが、マスコミなどには。盗作が事実だとでも。滅相もございません。あのガキどものいたずらか。まあどうということはない。どうせ奴らもこの個展が終わるまでだ。これでいいんだな。うん、上出来。文章もかっこよくなってたし。これで今頃お宝が出現しているはずだな。せいぜいシャバの空気を味わっとけよ、じいさん。てか、ネット見たか。あの予告状、もう話題になってんぜ。どいつもこいつも待ってろよ。あっと驚かしてやる。わかってるよな。決行は一発勝負だぜ。できるでしょう。前もできたし。ユウスケも迷いはないな。当然だ。やってやるさ。さてと。
くぞ。ジョーカー、よし。やっぱり中に敵がいる。この前いろいろやったしな。俺が声かけておびき出すから、スイッチは任したぜ。大丈夫？もし見つかって追いつかれたら。元陸上部なめんなよ。絶対巻いてやる。おい、怪しい奴がいたぞ。ちょっと来てくれ。どうした？逃げ切ってよ、スカル。これでいいか？ああ、バッチリだ。なんだか楽しそうだな。ピンチを楽しめてこそ一流だぜ。それにまさしく怪盗って感じじゃねえか。頼んだぞ、モナ。それにパンサー。フォックスの合図、準備 OK ってことね。みんな頼んだよ。せーの。ジョーカー、今だ。おりゃー。お待たせ。悪い、巻くのに手間取った。守備は？モナは？行くぞ。わっはっは。なあ、you